ですけど、電波いけそうだな、なんか。多分これだと思うんですよね。このなんとか台なんですよね。そうですね。この脇になんかあるの。もうちょっと下かな。あー、でもこの辺りなんですよね。この辺りなんだよ。解剖墓地っていうのが。で、クマ出るらしくて。クマって。クマ鍋するぞ。いそうですよね。多分あれ、大学病院の。あ、これそうじゃないですか。あ、違うわ。葉っぱ。はい、葉っぱか。大学病院の検体で使ってる。ですよね。その死体。あ、でも行けそうですね、今のところね。今のところ大丈夫ですね。じゃあ、ちょっとナイトショットで。この辺だと思うんだよね。多分、位置的に。いや、これ絶対足も舐めてきてるから、行って。あれだ、あれないか。あれ違うの。ないですね。書いてある。でもこの辺りですよね。この辺りなんだよ。多分この辺なんだよ、本当に。雨降ってきちゃったよ。なんで福井は大丈夫、風がすごかったのに。見ました、東尋坊。見ました。東尋坊はそんなもなかったんですけど、そのあの大島すごいです、風やばかったですもん。大島ってあそこ確か右回りか左曲がり、うん、回りで曲がったら死ぬって噂がありますよ。あ、なんか言ってましたね、さっきもね、あの宮野子さんとは。一瞬回らなかったんですよ。一瞬回らなかったんですよ。もう親から聞いたことあります。本当ですか。ここ、これ、え、ここ言うことです。でした言うことですよね。クマいないですよね。クマいないですよね。確認してこないとやばい。野田は絶対いますよ、あれ。あそこいますよ。あれいますよね。だってもう看板ありますもん。思いっきり看板のちょっと先に行くんかって。ここよりやばいですよ。ここよりやばいですよね。え、でもこっちってあれなん、何もしないですか。クマいても、害がないとやんないですかね。やばいですよ。僕だったら間違いなくクマいて殺しますよ、吉田。でも兼六園で見たって近畿情報もたまにありますよ。え、兼六園で。あ、そうなんですよ。兼六園だったらもう捕獲しちゃったのがいいんじゃないの。しかも見つからずにそのままになってる。逃がすなよ。あ、この辺っぽいです。っぽいですよね。あ、これか。これか。ないな。ないですよね。石碑みたいなのが立ってるんですか、ね、そう、立ってるんですよね。絶対この辺なんだけど、なんかでもクマがいそうな感じもしますよね。あれ、ないな。でも電波ありますね。はい。こんなと、なんかすぐ入ってすぐなんですよね、道路の。そうなんですよ。地図に行くとそうなんですよ。多分この辺だと思うんですよ、本当に。壊した？この辺自体いろいろ言われてるんですよ。ああ、やっぱり。あの、でっかい道路を作るときも、はい、トンネルの中から、トンネル作るのに行ったら、はい、首のない白骨死体ができたりとか、たくさん。それであれですかね、江戸時代ですかね。そうですね、江戸時代とか言われてます。おお、バカ、すごい。なんか怪しそう、これ辺が怪しそうじゃないですか。ほら、あった。これじゃないですか。これじゃないですかね。これじゃない？ほら、みんな。ほら。うわ、これだ。何なの、ピンクの。これ？これですか？記念碑って書いてますよ。記念？ん？公園？これ違くないか。火だよ、これ。火だよ、これ違うよ、石碑だよ。火ですね。俺なんか道路入ってすぐなんですよね、確か。道路入ってすぐですよね。もう一回道路出ます。これか。あ、これだ、これだ、これですね。あ、そうかもしれない。これだ、これ、あった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 、ほらほら、これだ、ほら、解剖墓地、これです、これ。さっき大島で、あの、カメラ壊れてたんですよ。あ、時間これでしょ。ほら当たりですね。解剖墓地あった。あ、電波ありますね、ここね。そうですね、うん、よかったよかった。もうこれ、うん、今も埋葬してるんじゃないですかね。え、まだしてるんですか。これですか。これであれなんですか、昔のですよね。確か1年に1回実習の学生が解剖してるんですよ。あ、それのここなんですか。
え、それって誰か遺族も何もない遺族から提供された。あ、死んだら提供してくれっていう。ああ、そうするとここに入るんだ。そうなんですよ。ちょっと全部ダメ。使われるのは5年後とからしいですけど、うん、ああ。うっすら黒黒、やっぱモザイク、やっぱ電波ダメか、薄いか分かんないんですよね。 YouTube だとこんな感じだから。あ、全然分かんないですよね。だから多分こうなるとこうなんですよ。電波やばいですね。やばいですか。 AU もダメですか。こんな感じですね。 AU こっちで、はい、ドコモこっちなんですけど、はい、ドコモがやばいですね。やばいですよね。 AU のガンだね、やっぱりちょっと痛々しいよね。ですね、うん、まだこっちの新しいね。これ新しいですからね。こんなにいるんだ。この中全部あれなんですか。ああ、これあれだ、ね、納骨だ。年に1回40回ぐらい。そんなにはずですよ。本当だ、名前書いてあるんだ。女性もいるんだね。結構音鳴ってるしパシッ。映像で見たことあるんですけど、手合わせてそれから解剖入るんですよ、ね。うん、ああ、そうですよね、はい、うん。でも偉いっすよね、遺族もね。ですよね。僕なら絶対させないけどな。うちのおじいちゃんの時も言われたんですよ、解剖させてくれって、はい、断りました。遺体が戻ってこないんですよ。そう、あの、なんていうか、もう相当苦しんでたんですよ。ガンで珍しいって言われたんですけど、それで死んでまでっていうのはちょっと珍しいガンになったらしいんですけど、はい、あんな苦しんでるからやっぱり10年戦ったんで、さすがに無理だよね、遺族と取っても。大抵はその自分の死の前に言い残すらしいです、うん。まあそう、本人が言ってればね、多分ね。うん、リアトツ来た？来ないでしょ？ん？他にいる？いないって。いないですよね、誰も。ないですね。でもなんか今変なの聞こえませんでした？と。風の音かな。今日風多い、強いですね、やっぱね。そうですね。ね。福井ほどじゃないと思います、ね。福井すごかったですよ、もう。塩飛んでましたもん。もうやばかったですもん、本当に。はい、もう本当に、あそこまで行くのに。でも1時間ぐらいで行けましたね。意外と早く。帰りはちょっとゆっくり来ちゃいましたけどね。はい、下道使っても1時間半ぐらいなんで。ですよね、はい、意外とね。こんばんは、 SF さんいらっしゃい。解剖墓地ですね、これはね。本当にガチでやってるみたいね。え、この中でじゃああれなんですか、全部骨入ってるんですか。手前のはまだこれからですよね。これからって感じですね。ですよね。ここは骨入ってるんじゃないですかね。入れてるんですね。あー、あの中に、この中に入るんですよね。そうですよね。ですよね。で、石で蓋しちゃう感じ。封印しちゃってんだね、多分。あれが古いんだね。これが新しいんだね、つい最近。現在も使われてみたい。うん。顔？平成28年って書いてますよ。最近じゃないか。今年ですね。あ、じゃあこれまとめてるんですね、一気にね。ですね。ここやばいかもね。こんばんは、どうもね。背中痛い？大学時代の方から近いですか、うん、ああ、近いんだ、うん、車で。え、もう返してくれないんですか、おめえも。らしいですよ、もう行かないらしいですよ、検体として。いえー、かわいそうに。じゃああれなんですか、遺族もこれもお参りするんですか。でしょうね。ね、だからもう、あ、すみません、中井さんいらっしゃいと、ありがとうございます。自分は死んだらっていうふうに言い込んなんでしょうね、うん。でも偉い、まあ偉いしたら偉いですけどね。ですよね、うん、医学のためにね。医学の発展になる。うん、ですよね。すごいな、アスパジャレてます。いや、これは僕はあれ昔の話だと思って、今もやってると思わなかった。やってるんですね。全国の大学病院どこでもやってるんです。あ、やってるんだ、はい。で、こういうとこがあるんですね。じゃあ全国にね、多分。あるんでしょうね。ね。音がたまに割れてるんですけど、嘘。こんばんは、なんだここ。ここ？あの、これです。あ、すいません、すいません、西村さん。いつもありがとうございます。解剖隊墓地。これガチですよ。なんか、でもなんか聞こえてません？なんか聞こえてますよね。なんか、はい、うーって、なんか。クマじゃないでしょうね。嘘。いや、クマね、あの、違うんですよ。僕聞いたことあるんですよ、夜。違うんですか。ガーッていう声。ああ、怖いですね。リアルに。電波悪いんで、そう、ごめんなさいね。そう、電波いいとこなかなかないんだよ、やっぱり。野田墓地もダメだったから。
あそこダメでしたね、完全に。完全死んだんです。ここのがまだありますね。あ、バイクか。バイクですね。バイクだ、バイクだ。それが聞こえたんで、そういうブーってなんか。そう。環状線ででっかい道路通ってるんで。ああ。そうね。そうなんですか。地下通ってるんですよ、しかも。あ？トンネル掘って地下通ってる。あ、知ってます。そのトンネルもあれじゃないですか、バケトンじゃないですか。トンネルからその、うん、首のない。ですよね。それもバケトンですよね、確かね。はい、なんとかトンネルって書いてあった。新聞に載ってましたよ、あの話。写真付きで、カラーの。すごいね。多分あれじゃないですか、処刑したやつのあれじゃないですかね。しかも記録残ってないらしいです。ああ、じゃああれかな。不明なんですよ。昔のような。いや、クマビビるでしょ、だって。本当ガチにしかいるんだから。神奈川、日じゃないからね。ですよね。そう、本当に。神奈川は、まあ、ほら、山行かない、山でいても多分30頭ぐらいなんですよ。その山北間ぐらいまでが、はい、いて30頭ぐらいって言われてるんですよね。30〜40頭。ここもっといるでしょう。ここじゃなくてもっと別の山の方の、うん、その自殺名称の橋あるんですか、ね、あそこですよね、熊橋で、はい、あれも熊いるんですか。熊走るから熊橋って。マジですか。いや俺行こうとしてたんですよ。そこあ、ね、この間やってたんで、 Google で人は通るところですね。車は通るところですね。民家がたくさんある。ですよね。はい、そこはそのトンネルマセットなんですよね。ありますよね。確か。そうですね。うん、降ってない今。今ね、今マンは止んでるかな。どう？この辺だとちょっといい。乱れる。ちょっと画質いい。多分バイクの音とかな。今から千葉県のシネスポット行くわけねえじゃん、ジャムさん。行けると思ってんの？今日もう600何キロ走ってんだっていうの、もう足が痛いよ。疲れますね。そう、明日はだから一発で帰んないで、明日泊まるんですよ。また明日も泊まるんですよ。松本に泊まるんですか。そう、明日はそのあたりぐらいかな、もしかしたら岐阜か松本か。岐阜はゆっくりできますよ、うん、多分ね。いやでも明日も心霊スポット配信なんですよ。ただ雨だからもうね、雨だときついですね。そう、今外出きれいだから、このあたりぐらいが一番いいのかな。そう、おやすみさえ寝る方ね。うん。あ、キリシタンのマンだ。ここラストじゃないよ。もう一個。